ちょっとこの辺り整地していこうかなと思いますが、整地しながらいろいろ考えよう。とりあえず低いところを埋めながらじゃな。もう最近暑すぎて、と昔より暑くなってんだよね、多分ね。でもなんか多分昔より明らかに暑くなってんだろうけど、昔も昔で暑かったからさ、なんか正直そんなに俺は分かんないんだけど、なんていうの、熱中症みたいな人が多くなってるから、やっぱね、どうしても昔よりは暑いんだろうけど。でもそれ言い出したら学生時代、水分取らずに、もう窓も開いてないような体育館でずっと運動してたけどな。あの頃熱中症って言葉あったのかな？でもなんか倒れる人はでもいたような、いなかったような感じはするけど。自分は大丈夫だったけど。でも今から考えると危ないことやってたんかもしれないよね。人が死んだもおかしくなかったような。でもそれ、大人がそうしろって言ったら、子供は選択肢なかったよな。あの時代にさ、なんかちょっと危ないからダメだと思いますとかさ 言っても絶対通用しなかったもんな。そんなことじゃ勝てねえぞっつって、終わりだったじゃん、あの時代の。なかったです。でもほんまなんかあれだね、なんか自分が生きてる間にこんなにも時代が変わっていくんだなと思ったね。でも今から考えるとさ、なんか変な感じよな。いや結構昔なんか車のさ、車に灰皿ってついてたじゃん。で、今もついてないのとかもあるでしょ。で、分煙とかさ、禁煙とか進んでいくのもわかるけど、こんなになんか喫煙者が肩身狭くなるんだなって 俺吸わないからさ、別に俺は害はないんだけどさ、関係ないっちゃ関係ないんだけど、なんか必要以上に、まあ、要は自己責任じゃん。で、まあ、副流煙とかはあるけど、にしてもそれはでも昔からあったわけじゃん、別に。昔でも空気悪かったで、ほんまに。なんか、まあ、気になる人からすれば地獄だっただろうね、あれ。どこ行っても、で、飲食店でこんなに、タバコ吸えなくなるって思わなかったもんな。まあ吸わないんだけど 関係ないんだけど、周りがやっぱ吸いまくってたからさ、なんか吸わない身分としてもなんか逆になんかなんていうの、申し訳なくなるというか、なんかちょっとかわいそうになってくるというか。でも SNS あるからもうきついだろうね。ちょっと空気悪いくらいの感じがいい時もあったけどな。なんか友達の家とか行ってさ、んでなんかもうみんなタバコ吸ってて、で窓も開けてないからめちゃめちゃもう煙だらけみたいな、それがなんか思い出の一部になってたりするけどな。
日射病とか言ってましたね。あ、昔日射病か。今それっぽいのあったのはあったんか。変わったよな。まあいいことではあるのかな。なんか昔に戻りたい、どちらかというと快適な方がまあ自分も好きなのは好きだけど、なんかちょっと心配になる時あるね。快適になるのはいいけど、なんかその過剰になると叩かれ始める人が出てくるんじゃないかなっていう、そっちの心配が出てきますね。この4マスにしようか。これからもどんどん変わっていくんだろうな。ちょっと羊、目じゃなくて逃げてた。くっそ邪魔、マジ。なんであんな邪魔すんかな。そういう仕様になってるよね、動物とか村人とかが邪魔する仕様に。あ、ていうかあれあれ、ショート動画でさ、溶岩がどうとかっていうショート動画アップした時にコメントでさ、溶岩湧くの早くないですかみたいなコメントついててさ、改めて見返したらめちゃめちゃ早いの1個あったね。なんか溶岩の自動で溜まるあのやつで、2個目のところが2個目のとこすくって、んで手荷物をちょっと見てる間、手荷物ちょっと見てで、さあ次行こうかってした時にまた2個目のところがもう溜まってますけどってなった。それ見ます、見た。あれめちゃめちゃ実際早かったよね。別にカットとかしてるわけじゃないからさ、マジで早かったんだよあれ。てかよう見てるなって思って、俺あれ切り取る時とか、なんていうの、そのサムネ部分どこにするかっていうので何回か同じシーンを見てるんだけど全く気づかんかったわ。よう見てんなと思って、ちょっと面白かった。もう驚きました。すごいよな、てか気づくのがすごいよな。面白いね、みんなやっぱマイクラ興味あるんじゃろうな。ちゃんとなんか細かいとこまで見てかな。3、4、ここまでかな。そうですね。なんだかんだで
マイクラ、まあ、マイクラショート動画はまあ結構平均してもさ、今多分500、平均して500ちょいくらいは回ってんじゃない？多分だから500届か、400何本みたいなのが多いような気がするけど、でも中にはね数千いったりするから、平均して500とかはあると思うんだけど、そっからどうにかこう動画の方にね来てもらおうってと思うんだけど、生放送はまあちょっとハードル高いかもしれないから、 見る習慣ない人もいるからね。いやまあ無理に生放送来なくても別にあれだけど、動画の方に流れる習慣がついていくといいなと思って。じゃあこれも切り抜いたやつは動画の欄に行くじゃん。でじゃけ、あこの人あの生放送した翌日に、なんかその前日の、生放送を切り抜いて動画としてアップするんだなっていうのに認識してもらえるようになったら、なんかその動画のところを見てもらったら、一応タイトルと、まあ、サムネはそんな設定しないけど、一応なんかあの3種類くらいから YouTube 側が自動的に選んだあのスクショみたいな、そっからサムネを選べるんよ。でだけそれで見て、ただ何もやらないよりはそれ来るわな、何もやんないよりは。だね、 YouTube のおすすめ機能みたいなので表示されることもあるから、今あの全ゼロのさ、全ゼロの連絡先機能がどうとかっていうタイトルのやつがなんか微妙に回り始めてて、でもこんなことでもない限りそんなタイトルで動画作んないじゃんでやっぱ手間がかかんないからそんなもので一つの動画としてアップしてるけどそうじゃなければやっぱやんないもんね。でも俺がやんないっていうことはみんなやらないから、だから競争率は低いわけじゃん、それに関して。なんかそこでワンチャンあると面白いな。でマイクラって基本的に作業みたいなことばっかりだから、なんかそういう気軽にアップできるような、びっくりした環境じゃないと何もアップできないんだよね、動画としては。だっけ今の感じならちょっとワンチャンあるかなと思いながらやってみるけど、あほとんどの動画は再生されないだろうけどね。まあでもこれもあのホームページにね載っけるというモチベがあるから、そこも聞いてんだよね。だからよかった。まあどうなるかわかんないけど、でもあの原神とは相性いいと思うな。なんだっけ、あのシムランカの動画結構前にアップしてたやつが、まあ、数百回くらいは再生されてて、まあ、サムネつけてたからなんかもしれないけど、あのアップしてすぐのタイミングではそこまで回ってなかったよ。でもやっぱ時間かけてやっぱああいうのって回るものだから、その数日でどうこうなるようなもんじゃないんよね、なんか俺のところでは。でその長い目で見てその積み上がっていくかどうかだから、原神なんかほんと細かいところのやり方とかの話がしやすいからさ、今のやり方だったら。でそこがまあもともと自分のチャンネルの強みではあったから、サムネつけれればいいけど、やっぱそうなるとやっぱ多分続かないから、実際続いてなかったからさ、原神ワンチャンあるなって思いながら見てる。あ、はい、そういうのはいいよ全然。うん、まあ、特にあれだからね、帰省中だから特に全く無理する必要ないわ。
もなんかやっぱ原神とスタースターレールじゃねえわ、原神とゼンゼロとマイクラだけだよ、だいぶお腹いっぱいになるな。ちょっと崩壊スターレールと崩壊サードがちょっと隅に追いやられていってる。面白くなくはないんだけど、やるタイミングがないよね。1日1ゲームって考えると。別に1日1ゲームじゃなくてもいいんだけど、アーカイブ切り替えるのがやっぱり、生放送の枠切り替えるのは、そこまでして、それだったら後日やったらよくねってなるからさ。入れるようになったら木こりや加工が集めてチェストを設置などしておきます。ありがとう。まあ本当この拠点周辺の作業もマジでいくらでも作業あるから、あれだよ、どこも急いでないからね。俺自体が全然あれだから俺自体があちこちやってるから、なんかどっか やらないと滞るみたいなことはないかな。とりあえず進むようになってる。普段の配信をやりながらで極力設定とかに時間取られずにやっていこうと思うと、今の形がベストのような気はするんだよな。これ以上は思い浮かばないな。多分ちょうど完成形のような気がしてるんだけど、YouTube じゃないわ、生放送のサムネはまあやるじゃん、設定して、んでこの通常の切り抜いた動画のサムネを設定しないことによって1日に10本でも20本でもアップできる。で合間にショート動画をアップすると結構こう完成されてると思う。まあちょっともうちょっとやってみんとわからんけどね。まあいろいろやってみた結果よな。通常動画もサムネつけてみたりしたけど、やっぱり続かんかったもんな。でじゃけなんか一回溜まり出したら多分結構きつくなるから。少々溜まっても巻き返せるくらいの作業量じゃないと多分続かないんだろうね。で週末まるまる作業できなくって配信だけしかできなかったとしても、それくらいなら巻き返せると。方面に伸ばすかな。ここもどうするかよね。
4マスくらい開けて横に道作るかな。あ、でもここをつなげるかどうかもわかんないしね。どこかしらかで横に向かって道伸ばさんといけんけど。1回の配信で平均10、平均10はきついのかな。昨日でもちなみに11個だったからね。まあ、5動画だったとしても30日で150個動画、まあ、やるかやらんかでだいぶ違うな。まあ、そんだけ手間もかかるわけじゃけど、でもやれない作業量ではないような気はするんだよな。5個とかなら特に10個くらいで考えてるかな基本的に。1日で平均で10とか取れれば月間300個だろ数上げりゃいいってもんじゃないけどさ、基本なんかその細かい作業をして1個あたりの動画の再生数を平均的に上げるより、あの楽しいことだけやって量をアップして、で総合値でどうにかなればいいくらいのどれか数打って当たりゃいいくらいの風な考え方なんだ。面白くないことをやる作業みたいなのが増えること自体がやっぱりなんか人生の無駄遣い感がすごくするかな。回りゃいいってもんじゃないよな。めちゃめちゃ回るけど面白くない、なんとやってて面白くない自分がよりは、まあ、そこそこだけどめちゃめちゃ楽しい方がいいもんな。せめて普通の動画がショート動画くらいまで回ってくれればな。だいぶ違うんだけど。まあちょっと、でも今までマイクラで定期的に何かしらかの動画を作れるイメージがなかなか持てなかったから、まあ、ちょうどいいかな。同じようなアイデアというかさ、そのマイクラやってる作業中になんかテーマを決めて話すみたいなね、なんかいいかもとかって前言ってたけど、やっぱ続かなかったもんな。続かなかったけど、まあさっきも言ったけど、やっぱサムネありきで考えてると、やっぱその動画で喋るのが続かないっていうよりは設定することが続かないっていうことに気がついたんよ。そこがクリアされれば、まあ、また新たな壁にぶち当たるかもしれないけど、だいぶワンチャンある気はしてる。これどこまでにしようかな。これでもこっち側のこの辺り全部削るかな。残してもしゃあないよ、なだらかにしてもしゃあないよね、ここね。この手前を削るよな。からまあ横に伸ばすか、そこはまだ検討の余地あるか。
真横のところは削るか。とりあえず69の高さのところからだな。西かなってんのか、早いな。今日はでもこの外側を主に作業したかな。2時間か、切りがいいから終わるか。まあ今日どういう感じ、どこやったかを振り返りながら、あ、終戦、終戦ボックスも壊したな。一番下が修繕ボックスがいいかな。小さい湯、あれこれ小さいのどうやるんだ。小さい湯、え、小文字、え、小文字。マナスさんこんばんは。小文字、あ、し違う。あ、え、これ途中から書けるようになってるのかな。あ、途中から書ける。え、前から、小文字をします。小文字どれ、小文字ってどこ書いてある。左、これか。あ、本当だ。見えてなかった。見えてないんよ、俺。ほんまに。あ、ちょ、待って。これ、ま、一気に書かんといけ。はい、見えてないんよ。し、間違えた。ゆ、
修正修繕よろしくやゆよろしくよろしくよろしくっておかしいかな。あれ見えねえ。これビックリマークになってんのかな。よろしく修繕よろしくになってる。よろしくになってる。なんで疑問形なの。これこうか。修繕よろしく。あ、半角スペース欲しいな、ここ。半角スペースが。修繕よろしくにした。あ、でも危ない。修繕のやつ忘れてる。修繕よろしく。これまでいけるか。ちょっと今日やった道路だけ見て終わる。あ、書き直しといて、うん、今日やったのは主に整地と道路を伸ばした感じかな。こっち側のね、ここ伸ばした。今度ここの一マス分はここ1列削らんといけん、うん、でそこちょっと埋めて、でここもまあこのサイズで1234マスな。これで向こうまでバーッとやります。で、ここちょっと削ったよね。ちょっと削った。で、ここも幅このマス、4マス分でいって、ここも1列分、間を空けるから削る。まあ、なんかなんだかんだでやっぱ、あ、適当に話しながらでも作業は進んではいるな。やっぱ道ちょっとやると作業した感が出るな。こんだけ進みましたよと。で、まあ間ちょっと埋めた感じかな。この辺はまあいけるところまでやってるみたいな感じで、この高さでまっすぐ行って、でどっかでちょっと上がって、うん、でまあ、この高さか、国境大建築がある高さに合わせると。まあ、この辺りのラインがあるから、まあ、少なくともこのラインまでは72の高さにするだろうね。で、ここからこっち側でどこで、69の高さとこう合わせるかは、まあバランス見ながらっていう感じになるかな。という感じです。まあでもここ最近やっぱこの拠点周辺を集中して整備してるだけあって、だいぶ変わっては来たよね。まあ中も外もだけど、まあ、この一周ぐるっと、まあそうやってるから当たり前っちゃ当たり前なんだけど、まあ目に見えるくらい
整っては来てるかなと思う。まあ、とりあえず一回滑らかな石でやってる部分もあるから、まあ、ここもおいおい、いい感じにしていきたいかな。一旦まあパッと見たときに整ってる感じが出したいから、最終的には細部までちゃんとしてるねっていう印象を持ってもらえるようにやっていくと。細かいところまでいろいろやってますねっていう風にしたい。周辺拠点を中心に、まあ、このワールド全体をです。じゃあ終わろうかな。今日何日、もう9日だろ。まあ、マイクラしばらくこの感じかな。こんな、まあ、拠点周辺をまあ集中してやるとは思うわ。うん、梅桃さんお疲れ様。そう、まあぼちぼちマイクラ全ゼロ原神あたりをやって、まあ、その他スターレール崩壊スタートとかも間に挟みながらやっていこうかなと思います。はい、では終わります。ありがとう。おやすみなさい。